はい、こんにちは。今回は全勝のボクサーが連勝をストップされた上 KO された試合を紹介いたします。アリに黒星をつけたフレイジャーは史上最強のパンチ力の持ち主ゾウも倒すと恐れられているジョージ・フォアマンにあっさりと倒されるのです。そのフォアマンにアリはザイールで挑戦するのですが、フォアマンはフレイジャーを2ラウンドで KO した後、初防衛戦は1ラウンド KO、 2度目の防衛戦もケン・ノートンを2ラウンドで KO し、40戦40勝 37KO の戦績を誇り、文字通り最強の王者でした。ジャングルの決闘と目打たれたボクシング史上最も有名な一戦は、フォアマンがアリをロープに詰めてめった打ちにする展開が続きます。アリのセコンドを含め観衆の誰もがアリの戦術を理解できませんでした。アリはずっとロープを背負い続け一方的に打たれていましたが、8ラウンドに奇跡を起こします。マルコ・アントニオ・バレラ。マルコ・アントニオ・バレラは15歳でプロデビューし、21歳で世界王者に戴冠しました。童顔の暗殺者と呼ばれたバレラの武器はスピードのある連打を上下にダッシュする爆発的な攻撃力です。バレラは WBO スーパーバンタム級王座の9度目の防衛戦にジュニア・ジョーンズと戦いますが、ジョーンズは元 WBA 世界バンタム級王者であり、この試合の8ヶ月前にオルランド・カニザレフを破った怖い相手です。序盤からバレラは連打を振るって優位に見えますが、ジョーンズの強打が当たるたびに向きになって強振するなど、少し冷静さを欠いているようにも見え、5ラウンドには強烈な右カウンターをもらいダウンを喫します。スーパーライト級とウェルター級の2階級で世界王者となったリッキー・ハットンはデビュー以来43連勝し、コステラ・チューやホセ・ルイス・カスティージョなどの実力者を KO しております。デビュー以来43戦全勝のハットンは WBC 世界ウェルター級王者フロイド・メイウェザー・ジュニアに挑戦いたしました。全勝対決の一戦はメイウェザーがスピードとテクニックでハットンを翻弄し、前進するハットンを鋭いカウンターで
迎え撃ちます。10ラウンドにはメイウェザーの左フックが抜群のタイミングでヒットします。23歳、非常にハンソンボーイです。挑戦者はアセリノ・フレイタス。20戦全勝、全 KO のアセリノ・フレイタスは WBO 世界スーパーフェザー級王者アナトリ・アレクサンドロフに挑戦いたしました。初回からフレイタスは圧倒的パワーで経験豊富な王者を追い詰めていきます。身長は168センチとスーパーフェザー級やライト級ではやや小柄ですが、野性味あふれ豪快で躍動感のあるファイトスタイルで常に相手を圧倒していきます。フレイタスは2つの階級で世界王座に戴冠し、そのファイトスタイルで人気を得て、特に母国ブラジルでは国民的英雄と言っていいほどの人気を獲得いたしました。35戦全勝のフレイタスは WBO 世界ライト級王座の防衛戦にディエゴ・コラレスを迎えます。コラレスは1階級下のスーパーフェザー級の世界王者で、階級を上げてフレイタスに挑戦いたしました。強打者同士の戦いはコラレスのプレッシャーがきついためか、フレイタスが足を使う展開となりました。フレイタス有利と思われていた一戦ですが、8ラウンドにフレイタスは集中連打を浴び、ダウンを喫します。マイク・タイソンは身長178センチとヘビー級としては小柄ですが、巨漢ボクサーをガードの上からでもなぎ倒す桁外れのパンチ力に加え、ヘビー級では破格のスピードと様々なコンビネーションブロー、そして相手のパンチをボディーワークで巧みに外す鉄壁の防御を武器に、次々に大きなボクサーをキャンパスに沈めてきました。統一ヘビー級王者で37戦全勝 33KO のタイソンは、ボクシング界だけでなく全ての格闘家の中でも人類最強と思われ、タイソンが負ける姿は想像もつかなかったのですが、無名のジェームス・ダグラスとの試合で大苦戦を強いられます。当時タイソンは無敵と思われていましたが、1985年にカス・ダマトが亡くなられてから私生活が乱れ、路上での喧嘩や離婚問題、
そして練習よりパーティーに忙しくなり、練習量がめっきり減っていたのです。体が重そうなタイソンとは対照的に、ダグラスはしっかりと準備をしたせいでパンチにキレがあり、タイソンはたびたび左ジャブとカウンターを被弾し、ダグラスペースで試合は進んでいきますが、8ラウンド終了間際にタイソンの強烈な右アッパーが炸裂します。8ラウンドにダウンしたダグラスは9ラウンドに入るとすぐに反撃を開始し、10ラウンドには強烈な右アッパーからの連打で世紀の番狂わせを完結させました。Unbelievable! Buster Douglas is the new heavyweight champion!